いっちゃうんだ。だから救いようないんですよ。まともだよ。いいやろ。え、なんだろう。なんでそうやな。へぇ、ね、こんな連動できるんだ。軽車両とかになるか。何がついてるのかな。え、輸送のつって、あー、で、これで。よいしょ。こっちにも商店街あるんや。言うてやっぱ広いなぁ。すごい。ああ、関西でな、美味しいやな、この菓子は。鶏肉屋さんか。うなっこって、ああ。へえ。すごい。日替わり定食の店っていう方。なんか、リーズナブルな感あるけど、なんだろう、すごく、すごく、こうの勉強。戦略や、そこは普通な味なんだ。なんでこれ。おお。そうなの。で、ではなし。きれいねー。あれ？これ駅は通り過ぎとんのよな。やっとんな。
やってんね。どこ切り取っても縁になるな、京都は。左左と柳の葉もしなり落ちる。そんな季節ですよ。すごい。さあ、そうですね、こういった橋のところとかも風情ありますもんね。いや、やっぱり京都はすごいですね。なかなかこんだけ街全体どこ切り取っても観光地になるっていう街はないよな。すげえな、そこタクシーで行くんや。そりゃ、いつか。そりゃそうやな、さすがにな。こんなとこにもあるんやな。こんなとこにもブーブーパーツあんの？どこにあんの？ここ？エクストリームコインパーキングね。びっくりしたね。でも、もう40年以上前か。すごーい。はぁ、あ、でもね、戻ってきた。あった。はい、パリパッパッパッパ。さあ、それで。そこ地下鉄駅か。じゃあ次は烏丸池かな。京都漫画ミュージアム、これで7か所目ですね。行ってみましょう。あれ、駅の出入り口どこや。そのまま行くやつもあるんだ。あ、そのまま。ああ、そっか。曲がってあ先のところの方か。あいっていうか、どこだい。で、ああ、あったあったあった。入り口あそこか。すげえ、週末は24時まで。3000円。おぉ。えぐいねー。お、出た。禁止高台に行って。じゃあ、さあ、何でしょう。